第6章どうなる？そろそろ最終章的な感じなのかな。マキ、今日の演奏はどうだった？うん、今日もお姉ちゃんとても上手だった。ふふ、ありがとう。お姉ちゃん、今日もあの花畑行こうよ。春人ってなんか薬みたいな名前になってるよ。春ジオンよ。いいわ、行こっか、マキ。やったー。じゃあお姉ちゃん、お花の冠作ってね。ふふ、いいわよ。暖かい姉妹だこと。あれ、いつも私以外誰も来ていないのに、今日は誰かいるね。ほんとね、マキ、あの男の子一人で突っ立っているから、こっちに呼んであげなさい。突っ立っているからって、さっきの侍みたいなやつ、滝のところにおったやつみたいな感じになってるやん。あの子はその体勢でさ、幸せかみしめるとるけど、そのままにしといてあげた方がいいと思うやけどな。おーい、あなたも一緒にお墓の冠作りましょう。あ、来た来た。あなた上手ね。マキよりもずっと上手だわ。もうひどいよお姉ちゃん。ま、マキちゃんちょっと不器用なところあるけどな。だって本当のことじゃない。マキのそれ妖怪が被るものみたいよ。妖怪ウォッチの装備アイテムとかであるんかな。花の冠、魔力が20上がるで。僕が押し上げてあげる。なんかこういうことを男の子に教えてもらうとか恥ずかしいな。将来の向こうとしてロックオン。ふ、そうね。まあ恥ずかしがらず教えてもらいなさい。ここから僕のリア充が始まった。わー、できた。あら、マキちゃんと作れるじゃない。マキちゃんどんだけちゃんと作れんように全体で見られとったんだろう。へへ、マキ、お礼言わなくちゃね。うん、ありがとう。あなたの名前は？何今の？ああ、今のも。なんだ今の。さっきの歩が歩き回ってたの、私の夢？夢の中操作してたの俺。なんだったん？え？歩む？はぐれたんよな。はぐれたんやな。あれ？歩む？さっき見たものが実際に歩夢が見ていた光景だとすれば、私は歩夢とは別の場所に飛ばされたってこと？そうらしい。それなら何とかして合流しないと。というわけでマギちゃんのパートに入っていったよ。何このツボ。前作で、ね、ちょっと待って、今メタ発言したぞ今さらっと。いやちょっと今メタ発言しただろうお前。何にごまかしとんじゃ。前作記憶少女でなんちゃらかんちゃらってあったやろ。メタ発言ごまかすなお前。入ってみよう。何だったんだ。なんか入って意味あったん。でかかったなーみたいな感じだけやん。なんこれ、中に何か入っているみたいだ。やばい、こういうんちゃんとセーブとかなあかんパターンだろこれ。よっしゃ、ダンボール。またね。またねじゃないよ。何かまたねだよ。あ、でもマッチ箱入ってる。重要そう。ありがとう。またねって言ってちょっとイラッときたけどさ、ありがとう。なんかありがとうな。なんか昔やいよったフリーゲームの実況で出てきた裏子みたい。石油スタブが電源がついていない。え、これ着火できるん？マッチ近藤正彦。箱の中には一本だけマッチやけど使えるのじゃ。それでつけるんじゃないんやな。これは何も抱えていない紙切れ持っていこう。なんで紙切れがポーンって置いてあるかわからんけど、なんか書いとんこれ。書いてない。絶対マジで燃やすパターンのやつ。炙り出しかな。炙り出しとかあるんかな。あかん、なんとかしてここを出ないと。ああ、もう完全にこのためのものだったんじゃ。もう謎解きの要素ないもん。ここだけしか探索できないもん。燃えるもんな。マッチで小さそうな紙に火つけてさ、跡形もなくなってるな。
そんなに火力強いか、マッチの火って。跡形もないで、そこまで燃えるんか。すごいな。それで逆にさ、この周りの木の、なんだろう、棚かな、壁かな、壁が全く燃えてないってすごいな。壁木じゃないんかな、これ。まずは出口を探そう。行くぜ、出口。第6章、追憶。もう記憶、昔の記憶、なんかおるで。なんかおるで、これ。暖房の中が入ってないとかそういう問題じゃない。なんこいつ、お前ジパングかい。服装だいぶ違ったけど、お前ジパングかい。何しに来たんお前。なんでお前そんな格好したんお前。あとヒントなしかい。今回ヒント的な助言なしかお前。何のためにおるかわからんてか、セーブか、セーブはわかるわ。てか、なんでお前そんな服装したんだな。何お前ミリタリーオタクみたいな格好したんだな。銃持ってランボーみたいに暴れ回るタイプかお前は。何この部屋、なんかこれ青鬼っぽ、青鬼の館っぽい感じの建物になっとんな。わ、このベッドの感じとか青鬼であったようななかったような。何これ、日記帳。白河真希と書かれた日記帳がある。真希ちゃんの昔の名字か、白河って。なんで書いて白河なんこれ。百人花って書いて白河なん、かっこいいな。すごいで、立花ちゃんみたいで、立花の高梨立花みたいな感じで。これって私の日記？読もう。4月24日お昼の1時にお母さんとお姉ちゃんと卵焼きの練習をしました。材料は卵、砂糖、醤油です。お母さんとお姉ちゃんは上手にできたけど、私は焦がしてしまいました。難しかったです。おどじさんめ、何ページか破れとって。4月25日お姉ちゃんが昨日の夜9時に寝る部屋で私に本を読んでくれました。幸せ集めという本です。幸せ集め、なんか仏教的な本なのそれ。幸せ集め、なんか危ない宗教的な本じゃなかったらいいけどさ。この本のお話は少し悲しいけど私は好きです。だからこの日記を書き終えたら今日もまた同じように読んでもらいます。飽きんのも。子供ってすごいよな、こう考えたら。同じ本をさ何度も読んでもらっても飽きんもやもんな。子供の集中力っていうか興味っていうのがすごいと思うよなこれ。何ページか破れているようだ。4月25日、今日は怖い夢を見ました。画家さんのお部屋に私が立っていて、画家さんの描いた絵を見てたんです。異物的な話になってきた。そしたら突然絵が動き出して、みんな不気味に笑ってきたんです。本当にイブみたいな話になってるや。イブにはめちゃくちゃ出てくるよ、突然絵が動き出したりしてさ、不気味に笑ったりして。そういうん、びっくりして私は目を覚まして、それから今日はずっと眠れませんでした。それに対してすごいよなイブって。絵が動き出してもさ、あんまり無表情やもんな。ギャリーの方が驚いと思うんな。4月26日、今日も怖い夢を見ました。たくさんのマネキンが赤い女の人になって気味悪く笑うんです。もろイブっぽい話になってきたな。マネキンが気味悪く笑うのが。4月27日、また怖い夢です。大きな熊のいる小さな部屋に私はいたんです。熊のいる小さな部屋、ただいただけなんだけど、すごく怖かったです。最近こんな夢ばかりだと何か悪いことでも起きるのかな。やばい、夢診断とかあったら絶対これ悪い方向に向かっていっとんねこれ。将来的にサイコパス的な話になってくるんかこれ。持っていくん、何で持っていくんか分からんけど持っていったるわ。選択肢が出てきたけん、俺はリクエストにお答えするタイプの実況者ですからね。この曲少女ジエンドね、途中からどんどんカオスになっていってね、ついには竜巻旋風客のに巻き込まれてこんなとこに来ちゃって、青鬼の館になってる。これからちょっと青鬼を追いかけられたりするんが、まさかの安倍さんが出てくるという、安倍鬼的な話になってくるとか、そういう話じゃないだろうな。めっちゃ鍵かかってるやん。鍵かかりまくりやん。こんな鍵もかかりまくりのところになんで私は飛ばされたのか。ここ開いとるだろ、絶対ここは開いとるだろ。開いとった。わ、不気味。なんでひな人形が置かれてるのか。ここ、何？本当何？今のは私の記憶？この館に私の記憶があるってこと？
どうして？瞬間的記憶、おひなさまを手に入れた。トラウマじゃないか、トラウマじゃないか、絶対。なんこれ、おひなさまやな。五人林の笛太鼓って絶対この五人大塚は笛も太鼓も持てないよな。なんなんこれ、今の風景なんかあるんかな。まさか五体おった人形全員集めてここに並べな、先進めん的な感じかな。これが出口かな。絶対あかんよ。ほら見てみー、青鬼っぽい。金属製の扉だから燃やすことはできないし、やっぱり鍵を探さないとダメってことか。扉だったら燃やそうという発想ができることか。マキちゃんすごいな、お前ちょっとだけサイコパスに近づいてきてるよ。とりあえずこの館の中を探索しよう。オッケーベイベー。わあ、この右側とかさ、完全にあるやな。青鬼だったら割れた皿とかあるよな。ないな、割れた皿ないな、残念ながら。こたつがあってテレビがあって、なんかこれ本当に配置が青鬼じゃなかった、これ青鬼の配置なのに。これテレビやってる、画面見える。何がやりたいんだろうこれ。あ、深夜の NHK じゃ。この時間だったらあのこういう画面が映ってるチャンネルっていうのがよくあるからな。チャンネル変えました。映ってない、電波来てないよ。でピーって NHK が流れる。この砂嵐、こういうタイプの中あの休止中のテレビ局があったりして、何のアニメだこれは。これ何のアニメだこれ。風の又三郎かな、あの風の又三郎が現れた瞬間のヒロインかな、これそういうシーンなのかな、わからん。最近のアニメはよくわからん。それよりこれ撮ろう、何か知らんけど。砂糖、なんだこれ。え、俺記憶少女 G8 じゃなくてさ、僕の夏休みはいいよか。これ完全に砂糖水作れるパターンだ、気に入って昆虫を集めるパターンのやつだよこれ。流れ的に違うんかな。なんこれ、脚立はしご登るためのやつじゃ。なんか高いところ登るんかいな。これは食材が入っ、卵がある。なんで卵持っていこうとしてるの。え、敵がおったらぶつけるやん。バイオハザード的な感じじゃないか。バイオハザードでぶつけてもあんまダメに与えられんやつ。キャビの高い醤油がある。何、なんかどんどん集めていっきょんやけど。卵焼きを作るって瀬戸口できた。何がやりたいんやこれ。マギちゃん突然何卵焼き作ろうとしてんの。え、なんでこんな状態で卵焼き作ろうっていう精神が出てくるの。かき混ぜた卵を焼き始めます。いい具合だと思ったら決定器を押してください。卵は両面焼きます。両面焼くかな、なの話やけどさ。ああ、これ音がちょっと変わっていくけど、その音を頼りにしてあの決定器を押してみたいなパターンのやつか。ジューっていうちょっといい音が変わってくるな。今深夜に問いようけんな、若干飯テロ的な感じになってるけどな。卵焼きか、あの料理をちょっと習い始めてすぐに習う系のやつよな、卵焼きって。ちょっとベーシックでさ、あのちょっとなかなか形整えるのが難しいよな。俺やったことないけど、全然音変わらんやん。こんなんでよう、え、時間でこれぐらいの時間だったらいけるだろう的な感じ。今どうなんだろう、焦げちゃった。なかなかと話しようったら焦げちゃった。てなんで焼いたんや。焦げだけどなんで焼いたんや、マキちょっと。マキちゃん、なんでお前さ、焦げたのにさそんな満足げな顔しとん今。焦げたんぞ、どっちかって言ったら、ああ焦げちゃったみたいな感じじゃない普通。なんでお前満足げな顔したんじゃ。久しぶりの料理にちょっと満足してんじゃないよ。焼きすぎてしまって卵焼き失敗作。でも本人はこれ結構満足げな顔しておけんな。なんでだろうな。ちゃん、材料足りてない。こっからまた補充できたりする。できたよ。できちゃったわ。で、醤油がどこだって、ここか。あれ？これでいいん？卵だけでいいんこれ。醤油はまだあるんか？あるみたい。ちょっと長くやりすぎたんじゃ。と言ってもこれな、どれぐらいの時間なんだろうこれ。これ早いよな。
そろそろ。あ、やった、よっしゃ、普通のネギだわ。これでいいんじゃ。なんで焼いたか知らんけど、これでいいんじゃ。なんか、さっきの焦げたんがあって、ね、普通に。お、程よい加減で焼けたよく普通の卵焼き、おいしい。もぎちゃん、料理が上手になったね。えらいえらい。こんな世界に放り込まれてたからかもしれんけど、マキちゃんが若干サイコパスに目覚め始めとるような気がしてくるな。扉があれば燃やすっていう発想が出てくるし、材料があれば理由もなく卵焼きを作り始めるし、マキちゃんの将来が不安です。